さあさあ皆さんお待ちかね。科学がついに発見。世界でアジア人が可愛いと思われる理由。いやー、わかります、わかりますよ。変な研究ですよね。なんでも科学者の中には火星に人を送り込む研究やがんの特効薬の研究そっちのけでこんなことを調べている人だっているようなんです。でもでもこの研究結構面白いんですよ。というわけで早速見ていきましょう。美の基準や魅力というものは文化によって様々ですね。でもはっきりしていることが一つ、可愛いと呼ばれるのは結構特別なことだということ。てか可愛いって何さ。私たちの脳みそがある人を可愛いと思う一方で、他の人を美しい、エロい、セクシーだとかなんだとか思うことには科学的な説明があるっていうんでしょうかね。そして西洋人がアジア人を見た時に可愛いと思うのはなんでなんでしょうか。いろいろわからなくなってきましたね。これらの疑問を科学の力で一挙解決、ぜひご覧ください。そしてお知らせ、ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。さてさて、子猫や子犬は可愛い、これは間違いないですね。赤ちゃんパンダと子豚、おお、キリがないぞ。実のところ動物の赤ちゃんというものはその親よりも可愛いのが一般的です。そしてこれは人の場合でも同じ。赤ちゃんが可愛いと感じる理由のほとんどはそのサイズ。小さくか弱いものは私たちの保護本能を刺激するんです。私たちはこうして生き残ってきたというわけなんですね。また赤ちゃんは私たちの脳に訴えかけるその他の要素を持っており、これが私たちに可愛いという反応を呼び起こさせます。例えばバランスの悪いプロポーション、体に対して頭は大きく手足はこんなにもちっちゃい、というか赤ちゃんが大人そのままのプロポーションでプチ大人みたいな生まれ方をしてきたら、私たちはそこまで可愛がらないと思うんですよね。また赤ちゃんたちはより平たく丸い顔をしており、毛のないツルツルとしたほっぺをしています。これが子供、思春期、青年期を経てついにアダルトモードに入った頃には、あれ、可愛かった特徴はどこへ。顔はずっとシャープになり、鼻も高く際立つように、あのプニプニしたくなるお肌も筋肉に変わってしまい、手足もずっと長いものに。でもこの赤ちゃんの持つ特徴を大人になっても持ち続ける民族がいるんです。それが東アジア人。その内訳は日本人、中国人、韓国人、ベトナム人、タイ人、台湾人、シンガポール人などなど。彼らはこの特徴を大人になっても持ち合わせる民族なんです。これはネオテニーと呼ばれる現象。研究によればネオテニー、要するにあどけない顔は社交的で女性的である印象を相手に与える一方、そうでない顔は相手を脅かす顔と捉えられることもあるようです。ネオテニーは東アジア系民族に顕著で、これは彼らの中で3万5000年前に起こった突然変異が理由。これは EDAR 遺伝子としても知られています。 EDAR 遺伝子は髪や肌、歯の発達をコントロールするもの。この突然変異によって人はより太い毛管を持つようになり、皮脂腺が増えます。増えた皮脂腺は肌をより長く若々しく見せます。そして女性の場合、乳房組織が減少します。何千年にもわたってこの可愛い人がモテ続けたために、今ではその数がずっと増えているというわけなんです。今日では漢民族の 93%、 日本人、タイ人の 70%、 そしてアメリカ・インディアンの 75% がこの EDAR 遺伝子を保有しているんです。そして EDAR 遺伝子は性的二型の発現を抑えます。性的二型とは同じ種のオスとメスの姿形が違ったものになること。つまりこの性的二型が抑えられるということは、ネオテニーの男性はより女性的な顔になるということなんです。対するヨーロッパ系民族の好みは違ったため、
これらの民族では性的二形がより顕著であるということになるんです。肩幅が広く鋭い顔をした典型的なマッチョの特徴を持つ男性と、曲線的な体を持つ女性がその民族の異性にとっては魅力的だったということになり、それが現在の民族的特徴につながっているというわけです。近年世界的なブームになっている K-POP、 例えば防弾少年団といったグループはこの民族的特徴を前面に押し出しました。西洋的な男性像のマッチョとは対照的に、例えばジミンといった K-POP スターはつるっとした顔に華奢な体、言うなれば女性的な外見をしています。彼らは今や韓国人だけの憧れではありません。世界中に熱狂的なファンを獲得しています。中には K-POP スターのような女性的な顔を目指して整形手術する人も現れているとかなんとか、なんだか世界でいろいろな変化を巻き起こしているようで、西洋的な美の基準がどんどん東洋の美に乗っ取られ始めているんだとか。このままだとどうなることやら。もしかしたら未来のジミンがヘムズワースを追い出して主役を務め、ハリウッドスターもみんなツルッツルになっちゃったりして。それでも結局男性の好みというものは多種多様で、いろいろな男性を銀幕で見たいという人はきっとたくさんいることでしょう。皆さんはどんな男性が好みですか？何やら議論が起こりそうな今回のテーマ、今度は皆さんの番です。一体人が美しい、セクシーだという代わりに可愛いと思われる理由は一体どこにあると思いますか？コメント欄で教えてくださいね。もちろん皆さんの意見もいろいろあることでしょう。お互いに敬意を払った議論をお願いしますね。今回の動画で何かを学ぶことができたという人は高評価ボタンを押してお友達へシェアしてください。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。